走りでいいかなみたいな。いじめとかあったりとか、21までできなくて13、4センチもらえるのぐらいもらえる。そういう感じね。目線はこっちです。アナゴちゃん、クリスです。シュウです。よろしくお願いします。我々は現在、日本中の男性をかっこよくする男塾サロンというサロンを運営させていただいているんですが、こちらのチャンネルはですね、美容師として元日本一のグランプリを受賞したこの渋谷が、街中にいる新垣は不安に原石突撃で声をかけさせていただいて、髪切ったり服をコーディネートしてビフォーアフターさせていただきますっていうチャンネルになっております。というところで本日も匠よろしくお願いします。はい、今回ですね、モニターさんっていうところなんですよね。で、このモニターさんなんですけど、今回我々が普段運営している男塾サロンのメンバーさんが出たいという希望があってやらせていただくっていう運びになりました。いいね、いいね。なんかあれだよね、なんかまあ外見を変えるのもそうだけど、うん、まあ、全身コーディネートした後に、うん、マッチングアプリで使える撮影とかもさせてもらって。あ、そうね、それ大事。うん、まあ、彼女ができるところまで追っていこう、今日、うん、了解です。我々が本来メインとして置いているこの事業も、まあ、魅力だと思ってもらえるようにね、まあ、頑張れたらと思ってます。はい、はい、っていうところで本日も頑張りましょう。はい、はい、はい、ということで今日ご協力いただくのは泉さんです。はい、どうも、泉です。あ、よろしくお願いします。泉さん、お願いします。今回はありがとうございます、本当に。ちょっと軽く自己紹介してください。名前が泉、年齢が25歳、まあ、最近状況しかばっかで、男塾サロンも最近入ったんですけど、まあ、こうしてなんかお二人にお会いできて、光栄です。いや、とんでもないです。まあ、その泉さんをサロン生ということで今回ご協力いただくんですけど、はい、まあ、本当にこの企画はいつも通り、はい、させていただいて、で今日はあのマッチングアプリの撮影までちょっと面倒見させていただいて、あ、ありがとうございます。それ使ってください、はい、じゃあそんな感じで移動しましょうか。はい、はい、行きましょう。泉さんは普段服とか買ったりされますか？買っても、まあ、ユニクロとか島村とかばっかで。あ、そうなんですね。ちょっと靴とかもあんま気にしないんですよ。あ、そうなんですね。なんか走りでいいかなみたいな。確かにね。であればね、ぜひ楽しんでいただけると思います。ぜひ撮っていただきます。了解です、ありがとうございます。お疲れ様です。どうでした？どうでしたか、渋谷さん。この後マッチングアプリで撮影するっていうのもありますし、彼女を作りたいっていうところでデートに着ていける、かつ普段着ないようなドレス感もあるようなって感じです。あ、なるほどね。泉さんどうでしたか？真剣にめっちゃ選んでくれて感謝する、ね、で、ありがとうございます。こちらこそです。じゃあそんな感じで、じゃあカットの方行って大変身かけていきましょうか。はい、お願いします。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。ゆきさん、今日はどんな感じですか？まあ、俺の中ではいろいろあるんですけど、まあ、泉さん的には何かあります？まあ、男塾入った理由はそもそもあの彼女を作るっていう理由なので、女性性がいい、なんかかっこいい髪型にしたらいいかなと思って。あ、まあ、間違いないです。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、でも泉さん本当改めてありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそも光栄でございます。いやいやいや、なかなかね、こう自分の顔をさらして勇気いることやったかもしれないのに。そうですかね。あ、思いますか？別に自分が何やろうが別に知ったことなくないですか？まあ、あ、いいですね。僕がサロンで先日書いたマインド読んでくれたんですかね、もしかして。ありがとうございます。あ、男塾入る前から塾長の動画は見てますけど。あ、ほんまですか？泉さん、まあでもそのね、言わずもがなですけど、はい、男塾を入られたきっかけっていうのはやっぱ女性にも出たいとか彼女欲しいとかっていうとこやったんですか？なあ、そうですね、なんかもともと恋愛が得意じゃないというか、彼女できる作るのってまあ努力は必要だと思うんですけど、ここまでなんかめちゃめちゃあがかなきゃできないものなのみたいな。なるほどなるほど。だったら誰かから教わった方が早いよなっていうのはまあありますね。あ、そうやったんですね、うん、ありがとうございます。男塾しかないと思ってます。いやいや、すごいな。今日は泉さんの話を聞かせていただきながら、はい、恋愛のこととかね、悩みがあればアドバイスさせていただけたらと思いますわ。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ゆきさん、こういう顔の形の人はこういう髪型がいいですよみたいな、ちょっと泉さんをモデルに解説とかしてもらってもよろしい？あ、確かに。人間顔型って大きく5種類に分かれていて、卵型、丸型、主長、ホームベース、逆三角形の5つで、卵型が一番綺麗な顔型なんですけど、まあ、そんな人ほとんどいなくて、うん、では卵型に近づくように髪型をデザインして視覚的に卵型に近づけるみたいな。なんで例えば面長っていうのは縦に長い顔型なんで、縦を短くするために前髪を作ってあげたり、で泉さんの場合は今丸顔なんでちょっと前髪を上げたり、あとサイドはタイトに押さえたりっていう施術が必要ですね。
なんでこのスタイルがいいってなったとしても、その顔型によってそのシルエットとかボリュームのコントロールってやっぱ必要で、パッと見た時にかっこよくないですよ、似合ってないと。その理論的な似合わせがあり、どの女の子に受けたいかがあり、自分がどう見せたいかみたいな、いろいろその最大公約数を今日ぶち当てるって感じですね。なるほどね、ありがとうございます。そんな感じでいろいろ泉さんの話聞かせていただきたいなって思うんですけど、今ね26歳っていうところで結城さんと同い年って伺ってますけど、はい、この26年間は今までどういう感じで生きてこられたんですか？人生経歴的な感じ。あ、まあそうですね、ざっくりでいいですけどね。中学校の頃はそうですね、なんかもともとめっちゃ陰キャだったんですよね。あ、そうやった。彼女の理念にそもそも人と目合わせて喋れないっていう、あとちょっとあれですね、自分のその性格がなんか普通じゃなかったんで、普通になんかいじめとかあったりとか結構。お、でも結局それって協調性がなくて、うん、集団の中で浮いちゃう自分に原因があるなっていう。で高校入ってからはなんかこのままだと自分ダメだなって思って、ちょっとマインドと体をちょっと鍛えようと思って、うん、野球部入ったんですね。高校から野球部入られたんですか？あ、そうです。中学は帰宅部でなんかずっとなんかオンラインゲーム夜中までやるっていう典型的な陰キャだった。いやいやいや、でも友達も増えて良くなったんですけど、恋愛ってなると中学の頃その女子からもちょっといじめられてたんで、あんま恋愛とかいいわみたいな、まあ、それをまあこじらせって言うんですけど、はいはいはい、そのまま高校卒業して、それでちょっと飲食店で働いてって感じで、社会人になるとますます異性の出会いってどんどん減ってくるんですか。で21までできなくて、さすがに恋愛しないとやばいよなって思って、うんうんうん、当時はまだ今言ってマッチングアプリがなくて、本当に怪しいなんか僕がメールみたいなメールみたいなね懐かしいですね。そんなのしかなくて、モテない人って、モテるために何しようってなったらまずググるんですググって試行錯誤したり話し方変えたりして、めちゃめちゃ努力してその怪しい経験たちで一人できたんですすごい泉さんめちゃめちゃすごいじゃないですか。できたんですけど、どんな人だったかっていうと、まあ、魔人ブってキャラいるじゃないですか。あ、はい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 、あれをなんか肌色にした感じみたいなそれをいいか悪いかっていうのはさておきイメージしやすいから言っただけで。あ、そういうことですね。ありがとうございます。その頃まだ恋愛経験もあんまなかったんで、あんま長続きかって半年ぐらい。で、そっからまあ当分恋愛はいいやって思って、何もしないとマジで誰とも出会わないですね、本当に。まあそうっすよね、本当に。まあまあ、いろんな経験が終わりの中でね、なんか過去の女性の話も含めてありがとうございます。はい、まあそんな中でね、恋人が欲しいっていう思いもあったんやと思うんですけど、はい、実際こう男塾に入られてどうですか？はい、そうですね、男塾はなんか、まあ毎日まず塾長の今までそのポストで培ってきたようなノウハウとか、発信してくれるんですよ。うん、ああ、ありがとうございます。まあまあもちろん。あと毎週、そうですね、あの、ゆうきさんとクリスさんで、まあ外見を磨くっていう動画と、恋愛においてなんかどういうことが大事かっていう動画をなんかバーって発信したりして、あと週末土日とかだとズームとかで講座やってくれたりとかして、なんか服装にしたりそのマッチングアプリの使い方にしたり、いろんなそういうコンテンツがあって、まあ、月額3000円ちょいってのはなんか他なんかもっと怪しいサロンとかってもっとなんか高額なのもいいじゃないですか。なんとかあるなんか、うん、まあありますね。たらなんかめちゃめちゃサービスが充実してるのに価格が安いなっていうのもありますし、服と髪からやってもらった後みんないい顔してるんですよ、みんな。まあその後の人生どうなるか分かんないですけど、まあ結構人生が良くなるきっかけになってるのは間違いないですし、って考えたらなんか、うん、なんか
この人たちがやってるそのサロンなんか間違いなく自分の人生がよくいい方向にいると思います。ありがとうございます。いやすごい。後で泉さんに俺お金渡しといた方がいいかな。まあ、でもあくまで僕たちは結果にこだわんなくちゃいけないので、うん、本当に責任があるんですよ。男塾に入ってもらったら外見かっこよくなって女性を喜ばせる能力身につけて一緒に頑張って作っていきましょう、うん、見た目かっこよくして恋愛とかのノウハウ勉強しても結局自分が女性と話したり行動しないと多分できないと思うんで、やっぱりどんなにゆきさんにかっこよくバーってしてもらってもじゃあずっと家で引きこもってなんかポテチ食ってたらじゃあできるかって言ったらまあ別に無理じゃないですよ、うん、まあそれこそまあなんかサロンのイベントとかでなんか合コンみたいなの行ったりとかマッチングアプリとかそういうことしないとできないんじゃないかなって僕は思います。いや間違いないですね。いや泉さん本当聡明な方ですよね。いや全然クズですね。いやこう冒頭でねなんかこの指南させていただいたらとか言いましたけど、まあ、専門的なことはありますけど根っこの幹のとこって本当にね、まあ、場数と最低限の清潔感っていうのはもうご理解されてるので、あとはこうマッチングアプリの使い方と写真だけね後で指導させていただいたらもうすぐ彼女できると思いますし、あもうどう頑張ればいいか分かったらもうあとはもう圧倒的な行動量そうですね、結果を与えてくれるような組織入ったりとか、うんうん、そういう人は身近にいたらいいですよ、うん、まず環境を作ることから、ね、そうですね、それはね間違いないですね。いや泉さん本当にありがとうございます。はい、じゃあそんな感じでこれからまた仕上げさせていただきます。はい、おはようございます。あでも泉さんやっぱ顔キリッとされましたね、眉毛剃って。この時点で全然違いますですね。じゃあそんな感じで渋谷さん最後セットお願いします。あ、了解です。これいつも俺お客さんにやってることなんですけど、あの僕がセットするとこ全部アドバイ取っといて、まあ、それ見ながら家帰って自分でセットしてるみたいな、それ絶対やった方がいいんで、はい。そんな感じで終わりですか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。泉さん、お疲れ様です。いやー僕が入りましたねそうですね、マッチングアプリの撮影なんでちょっと眉毛を目立つようにしたり髪の毛も若干派手めにするぐらいの方が写真映えするんでこのまま撮影してって感じで、はい、じゃあ一旦この部屋の中での施術は終わりです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。
っていうところで終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。めちゃめちゃ爽やかになった。すげえっすわ。やばいっすね。ほんまに今日はね、まず一言本当ありがとうございました。メインの授業としてはこの男塾っていうのをやらせてもらってた上でですね、はい、本当に泉さんからこうね、いろいろお話聞けたのは僕らにとってもすごい刺激になりましたし、これを YouTube で流させていただけるっていうのは本当にね、ありがたいなってところでしたから、なんかいいきっかけになると思います。はい、はい、とんでもないです。ゆうきさん、今回はどういうコンセプトで泉さんの返信してもらったんですかね。まあ、泉さんは本来の目的としてまずマッチングアプリで彼女を作りたいみたいな、うん、ところがあったので、まずまあ写真は大前提必要だっていうのと、清楚系の女性がいいっていうので、その隣を歩いてそうな泉さんを作りたかったので、はい、まあ、あとマッチングアプリ身長超大事なんですよ、面倒って、うん、こいつまあかかと自体もこんだけあるんだけどさらに中にインソールをぶち込むっていう、もう合計でこれ13、4センチぐらいですかね、うん、13、4センチ盛れるのぐらい盛れる。すごいな、マジやばい。でもこいつをバンって足はめるだけで足長く見えるし顔ちっちゃく見えるし、もうパッと見かっこよくなるんですよね、うん、なんで、まあ、こういうちょっと小さなポイントも入れつつ、まあ、写真映えするように組んだって感じですかね。愛を感じますね。いやいや、もうマッチングアプリ勝ちにいってますからって感じでね、はい、泉さん本当に今日来ていただいた時とマジで見違えるぐらい変わられましたし、いや本当にね、まあ、我々とのこの一日を、まあ、一つきっかけにしていただいて彼女さん作っていただきたいなと思ってますし、はい、泉さん最後にちょっとご感想とか言ったら聞いてもいいですか。いやもうなんか人生に悔いがないぐらいのことしてもらったんですよ。それかお前さ、本物です。本物ですよ。なんですけど、まあ、ここまでしてもらったんで、まあ、あとはもうマッチングアプリでもバンバン行動して彼女作るっていうのが、まあ、ここまでしてくださった、まあ、お二人に、うん、まあ、ちょっと、まあ、報いるって言い方じゃないですけど、うんうん、結果出していったらいいのかなって思ってます。うん、いやいや、とんでもないです。そんなに、はい、彼女できたらすぐ LINE で報告します。あ、ほんまに、まあ、はい、女性との出会いっていうのも巡り合わせなのでね、はい、まあ、そんな早まることではないかもしれないですけど、そうです、まあでも一つ目的として置いているものではあるので、はい、できた時はまた連絡くれはったらって思います、はい、まあそんな感じでほんまに今日は泉さん一日ありがとうございました。ありがとうございました。こいつ右手でちょっとこう添える感じにして、左手でスマホ持ってて、全然いつもパシャパシャしてるので、そこから一枚厳選して、バキバキに加工するだけなんです。じゃあ次スマホ置いてもらって、気持ちを前かがみになるようにして、ゆうきさんイメージやってみてよ。あー、いいねいいね、わかるわかる、そういう感じね。うん、マッチングアプリってあくまで一緒にいる人が自然なタイミングで撮ってくれて動きがいいっていう写真が一番いいんですよ、うん、あくまで自然さと人から撮ってもらってる感が超大事なんです。日常の一つを切り取っていくらのイメージ、そうそうそう、はい、美しく感じ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃめちゃありがとうございました。いやほんまにいろんな写真撮ってね、恋愛のね講習みたいなのもちょっと含めさせていただきましたけど、まあこれをきっかけにですね、恋愛の方でねなんかうまくつなげていただけたら本当に僕らとしては嬉しいかなと思います。実際彼女できたら本当になんか報告欲しいです。あ、ですね、出た瞬間に。いや、マジで。ありがとうございます。じゃあそんな感じで、あとはお気をつけてお帰りください。じゃあそんな感じで、あ、こちらことです。じゃあお気をつけて、おいそいす、お部屋です。そんな感じでお疲れでした。ありがとうございました。がっつりとした一日ですね。がっつりやらせていただいたね。マッチングアプリ負けるわけがないけどね、負けるわけない、ほんまにね。
単純に大変身だけじゃなくてね、彼女作っていくみたいなのを進めさせていただいてね、うん、まあ、あくまで外見を変えるってなんかの手段の一個でしかないから、うん、こうやって泉さんみたいに彼女が欲しいとかの目的のために外見を磨くみたいな、うん、いう風なところも今回は伝えれたかな、うん、まあそんな感じで長い一日お疲れ様でした。どうでしょう。どうでした。川の前に持ってきて、こっち見てくんなよ。お前見ろよ。なんでこっち見てそんなネリネリすんねん。なんでこっち見て寝る。いや別にいいだろ。見て、いやいや、あかんちょ、もうちょっとこっち、ここ立って、ここ見て、そうそうそう、 OK。 やばいっすよね、なんでこっち見てこうやってなんで寝だってくんねん。顔の前でねえねえしろって言うから。違う違う違う、手の話やんけそれ。顔の前。